その汚らわしき地の深みへ。ここで我は己を知るのじゃ。武士道というは死ぬことと見つけたり、我がこの地におるのはそれゆえか。そう解かれ、そう読みを耐えるのじゃ。読みは忘れ去ったアリシヒへと我を誘う。では守ると誓った者どもを見捨てるのじゃな。もう遅い、皆陽炎に斬られてしもた。では他の者もまた死ぬ。
欺かれはせぬぞ、読み。前に進むことができようぞ。亡霊ども、我が過去に斬った者どもの顔をしておる。この者どもは手に入らぬ亡霊を探しておる。美しさよ、核のごとき浅ましき地にありても。この先へ向かうは身の毛もよだつ思いじゃ。わらわ遊びはしまいじゃ。去る時が来た。読みが許すならばじゃ。
出してもきっかいな。早道などありえぬ。誓いに忠誠であるのだ。虫に食われた木のごとくこの地は崩れゆく。我が失ったものの幻、さらに欺き、まやかしじゃ。このロークが皆無駄足ならば、もしや我が愛子に会えぬようなことがあるならば、己が身の身を案じろ。二人は終わりを迎えようとしておる。いよいよこの腐った騎士を捨て、なすべきことをなすのじゃ。お前が志を貫く先にあるのだ。だが客人だ。私は見飽きた。
黄泉の幻は見飽きた。黄泉こそお主の幻に飽きておる。お主は己の真の姿を受け止めねばならぬ。ヒロキ、何者なのじゃ。我らは別れ欠けておる。それゆえに我らはあの輩に二度も敗れたのじゃ。我らはカゲロウにとって驚くべきものではなかった。愛がお主を縛り、義がお主を縛り、憎悪がお主を縛る。一つ一つが相反する者同士、和を保つには未だかなわぬ思いを遂げ、まことにお主を導く者を知ることじゃ。拙者が選ぶは愛子のみ。いかなる時も我が妻と共に。お許しください先生。我が務めは他の者に。黄泉からは一度のみ回帰が許される。再びこの地に戻るとき、永遠に跡なる。行くのじゃ。